サイドの散らし方も非常にやはりアントラーズ相手の目線を変えてきます。チャンスボックス内うまく引き取ってドイン入れる、これはどうだ、ヘディングシュート、バースデーゴールは日本、すごい4対0、白崎飛び込んでのヘディングシュート、今のはまた味があるクロスでしたね、ドイショーマのグランダーではなくて一つ山を越す、まあ、その時間もかかるんですけどタイミングよく入って、この、まあ、ファーストタッチが素晴らしいですね。で一番遠いサイドから白崎入ってきますけど、この空中の時間が長いのであのぐらいのスピードで入ってくれるんですよね。いい入り方をしましたね。いや素晴らしいですね。見えないとこから入ってきますし、しっかりと中を確認してこのキックの選択は素晴らしいですね。いや自ら誕生日を祝えるなんて羨ましいですね。それも2ゴールね。本当ですね、